なんだ？主人、主よりお話を賜ります。心して聞いた方が自分のためです。まずは再会を喜ぶとしよう。おお、覚醒を果たしたな。それも特別な力のようだ。これでようやく更生を始められる。今はまだ多くを理解しなくてもいい。目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛えてもらう。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて心を寄ろう、いわば仮面だ。お前には期待しているのだよ。お前には期待しているのだよ。何、心配しなくていい。時が来れば知ることになる。ところで、異世界ナビは気に入ってもらえたかね？あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。お前を俗に仕立てるため私が授けてやったものだ。主からの異世界ナビだ。心して活用しろ、囚人。立派な賊になれるよう、せいぜい精進なさい。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、そのものにも異世界ナビをくれてやる。すべてはお前がより優れた賊に育つため。ふん、時間だ。戻ってせいぜい休憩時間を楽しむがいい。マジかよ。ああ、どうなの？
授業を始める。やあ、なあ、あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろう。てか、いつあんなの建ったんだ？
こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。言うなって、すぐ終わらせっから。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。あれ、やっぱ学校か。別に変わったとこなかったよな。白っぽいのもねえし。道どっかで間違ったんだな。もう一回やんぞ。大丈夫、次は間違いねえって。行くぞ。マジか。俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし。けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とかそんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだこの目ん玉の。は？変なアプリ。これだ。やっぱこれナビだよ。お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ、俺天才すぎんだろ。これ使おうぜ。アプリ立ち上げるだけだろ。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え、なんだ。昨日の城だ。また来れちまったな。せ、うわ、その格好前もなってたよな。何なんだよその格好。どうなってやがんだ。わけわかんねえ。おい、騒いでんじゃねえよ。お前、シャドウが急にざわつき出してもしやと思って来てみれば。せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ。そうだよ、城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとってのな。城の主？
鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。ああ、今のは捕まってる奴隷だろ。マジ？マジだ。昨日俺たち以外にも捕まってるやつを見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろ。珍しいことじゃない。まして昨日お前らに逃げられたからな。さぞ荒れてんだろうぜ。あの野郎、ふざけんな！鴨志田！そんなんで開くかよ。だが、何やら訳ありみたいだな。おい、モナモナ！モルガナだ！この声の連中のとこ、お前ならわかるか？連れて行けってか？ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだな。マジか。悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。いいか？は？ああ、聞け。よっしゃ。行くぞ。よし。
ここならシャドウも来ないだろう。なんでわかんだよ。ここだけ歪みが少ない。主の支配が弱い場所ってことだ。